お父さんが気に入って育てよるペットなんかな。なんか噛みつかれそう。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで早速夢見え、このまま眠りにつこうかな。眠ります。ちょっとはっちゃけた感じ格好。ほい、アイナ島に到着。ここはほっこり気分の南国リゾートということで、私はこんなはっちゃけた感じの格好をしてきました。さあ目を開けてくださいな。なんかカラフルやね、旗が。あなたは今アイナっていう島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時にはこちらのベッドにもう一度横になってくださいますね。それでは都のアイナ島をご堪能くださいます。ね、案内所の右にはしごがあるらしい。ほ、あ、これか、はしご。よいしょ、もらってくね。で、なんか島の至る所にね、フラダンス人形を贅沢に使ったらしい。ほら、ここにも早速踊っているフラダンス人形良きだね。え、このスペースめっちゃいいねなんか作業スペースって感じ。良き。おっと、あ、こっちからじゃないとっていうことかな。で、まあここのウェルカムボードもそうなんやけど、こっちのね、島の旗もこんな感じでいいね。花やろこれ。よき。あ、ちなみになんか35体のフラダンス人形が置かれてあるらしいです。一応数え間違いでなければということだけど。はい、そして斜めの道を抜けてやってきたこちら。ここはカフェだね。ここにメニューボードもある。これは一応カウンターで飲むこともできるっていうことなんかな。なんか白と水色ですごい清潔って感じよきよき。あ、あそこにもフラダンス人形あったね。あ、そしてさりげなく怒りが置かれてある。え、なんか下にクマちゃんいるんだけど、ちょ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 、くまちゃん。こちら。かわいい。いいね。あ、ここでゆったりと、向こうで頼んだ、ヤシの実ジュースとかをここで、はぁ、飲んでくつろぐことができるということだね。あ、ここまで来たら、さっきの場所の、滝の音がめっちゃ聞こえてくる。ふふ。よき。あ、で、これ地面もさ、これ、ハイビスカスや、ハイビスカス。あ、もしかして旗のやつもハイビスカスかな。一応なんか、ぼやけた感じではあったと思うけど。で、ここは周りすごいピンク。カラーごとに色々分けてあるんかな。ね、すごいまとまりが。ピンクと、白と、っていう感じ。そしてここで、動けねえ。あ、ここ上か。あ、なるほど、なるほど。これ、崖の上なんや。ってことは、これを使って、え、ここからは上がれないのかしら。こっちか。よ、上がらせてよー。上がれない。どこからなら上がれますかね。ここは上がれないのかな。他の方向からだね、きっと。ちょちょちょ。ピンクがたくさんや。あ、こっち側は、こっち側、こっち側はハイビスカスじゃないんよね。ほら、でも、花なのかね、水色の。はい、そして、なんか色々と柄があるんやね。お、カブトムシ。あ、ここいいね、なんか。ほらほら。あ、こっち地面、ピンクバージョンもあるよ。はい、そして道を渡っていくと、あ、アイナって書いてる。すごーい。いいっすね、いいっすね。おー、そしてこれずーっとまっすぐ。あー、なんかめっちゃ歓迎されてる感。超歓迎されてる感。ここ一応トロピカルロード。そんな感じだわ。そして抜けた先は、絵になりますな。マーメイド家具で。よき。いいね、なんか、あれやん。え、あっこの場所ってあれやろ、常吉がやってくる場所やろ。めっちゃ常吉歓迎されてるやん。あ、上にはお墓が。
おぉ、びっくりした。あ、うわ、すごい綺麗。え、やば。ね、一応ここは花畑なんだけども、すっごいなんか色が、ね。え、めっちゃ綺麗じゃない？超まとめられてない？なるほど、ここで静かな時間を過ごすんすね。座らせて。花畑を眺めながら、すごい爽快よね。やばくないっすか、これ。うわぁ、すごーい。え、超すごい。え、ちょっと待って。これでさ、画面いっぱい、花畑って感じにして、人のところで仕草ってできるっけ？え、できるよね、普通。はぁー、撮ってしまったよー、おいー。夢でよかったということにしてください。夢だからね。夢だからね。積み取ってしまった。普段やり慣れない仕草なんてやろうとしたからだよ。そしてそそくさと。なんかすごい幻想的な場所やね。この辺は。キノコと、そして巨大な。この辺はあの、まあ、森なんだけど、すごいなんか鳴き声がいい感じ。散らしたけど。鳴き声がすごくいい感じ。あ、そして、え、なに？どうした？戦ってるの？どっちが正義なんだろうか。正義とかあるんかな？まあなんか、きっとそれぞれの正義があるんだよね。っていうちょっと、深いようなことを言ってみる。深いようなこと。あ、これ上上がれるやん。ほらほら。お、びっくりした。あ、びっくりした。急激になんか音流れてきたけん、超ビビった今。ふぅ。ここはなんか音楽がすごく流れている。音楽家の人が住んどったりとかするんかな。誰でしょう。おー、シルエット。シルエットちゃん。なるほど、そういう感じかも。なんかすごい、いいとこのお嬢さんって感じするもんね。そして、イカが干されてある。あ、こっち側は岩とかがあるんやね。え、こっちは？ちょいちょいちょ。ここは、スパー。え、これ、あれよね。え、マイデザってことよね、下。すごい。え、すごい。いいね。あ、なんか周りも、すご、自然のマイナスイオンがめちゃくちゃ溢れてる。すごいいいところ。あ、こういう環境でゆったりと書き物をしたりとかするんすね。なるほど。筆がはかどりそうだわ。そして、あ、すごい！これ、プルメリアの花がめちゃくちゃ、ね、地面にもあるし、これ屋根とかも。ふぃー。すごいな。ここはなんか、古本屋さんみたいな感じなんかな。ね。お、いっぱい。いっぱい、フラガールが。あ、すごい。これが、この島の服ということだね。ほうほう。あ、で、こういうところでもね、やっぱ川の近くとか落ち着くよね。水が近くにあるっていいよね。すごくすごく。いやー、いい街並みだわ。え、てかさ、ここ、この辺さ、上、あっちだ。ね、なんか家あるよね。この上か？どうやって上がるんだ？どこから上がるんだ？あそこにほら、あ、ここから入っていけるってこと？あ、ほら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 。何気に家が。この小道を通り抜けると。あ、上はなんか、仕立て屋さん？洗濯物が干されてあるよ、なんか。おー、そして。あ、すごい！ここもそうやし。テーブルの上のクロスも、ブルメリアっすね。いい、それじゃあ、お邪魔します。ここはプルメリアカフェ。おー、なんかすごい綺麗。あ、そして、見て、砂だ、砂。ええー、あ、そういう感じなんや。こういう感じで、海から続けてきていいってことなんかな。あ、キッズスペースもあるんやね、ほら、ちゃんと。端っこの方に。なるほど、ここに子供を遊ばせておいて、まあ、ママさんたちがちょっと、お茶をしたりとか、
スイーツを楽しんだりとかできるっていうことなんかな？超いいやん。快適。そして、ちょっとどんどん下の方にやってきてしまっているけども、あ、スパのとこからも来れたんやね。なるほど、なるほど。で、こっちの、あ、どうも。Welcome to Aina。来ました、私が。この上の方、よっこ。あ、あそこから登るところあったわ。こっちはこっちでね、ラベンダーがいっぱい咲いてあると。ここ。ほら。お、ほら、かかしとかも。びっくりした、飛んだ。え、これかわいい。これつけれたりはしないのか。え、かわいいね、ツリー。やっぱクリスマスとかになったらツリーとかの家具あるんやろうけど、欲しいっすね。あ、そして美術ロード。いいなぁ、こういうところ。こういうところってやっぱりなんか、ね、知的な感じの人が行き交ったりとかしてるんだろうな。なんかドラクエとかによくこういうとこありそうじゃない？わかる？なんかちょっと、わかってくれる？これで遠くの島が見えたりとかするのね。よき。今まで行ったあの島とかあの島とか見えるかもしれん。で、そしてここは、お墓。幻想的やね。モルフォが、たくさん飛んでいる。はい、そして、ちょっと向こう側にも、すごいね、美術館の前は、金のバラが。はい、そして、はい、ここね、花畑。花畑を、なんか虫がいた？花畑を通り過ぎて、こっち側。あ、すごい！見て見て、こっちはひまわりや。花がたくさんあるのいいね。おー、すごーい。ひまわり、ひまわり。ひまわりってさ、なんか小学生の時に育てた。みんなは育てた？すごい、オレンジがいっぱいや。元気な感じ。周りもなんか黄色い花とかいっぱい置いてあるし。どうも、シルエットちゃん。そして、こっちの方をね、抜けていくと、どこだ、ここが。はい、上には、これは抜けられた。上には、キャンプ場が。じゃーん。キャンプ。あ、で、ここ、釣り堀なんやね。釣りを楽しむこともできると。ほうほう。あ、ちなみに、あっちの、どこだ？ひまわりの向こう側かな。よいしょ。おります。こっち。あ、すごい、なんかこっち広々としてるね。で、よいしょ。はい、ここに来ると、ここからね、天体観測をすることができると。いいね。いいっすね。流星群とか見たいな。あれ、おしし座流星群とか、あった？みたいなんやけど。全然見てないや。なんか昔は結構、なんとか流星群が流れてくるらしいよ、みたいな。聞いたらめっちゃスタンバっとったけど。見たいけどなんかね、めんどくさいという気持ちの方が勝ってしまうというね。なんか、ここでひっそりと、小人さんが暮らしているのかな？ね、周りには、馬と鳥と、なんか、馬と鳥と小人さん、すごく牧場物語を思い出した。ものすごく牧場物語を思い出した。はい、そして、お、あんなところに、溶けない雪だるまですか？あ、びっくりした。花めっちゃ回転しおりやんって思った。そういうものか。あれは扇風機ってこと？かな？お、あれ？あ、回れるのか。あ、この辺は子供が住んどんかな？ね、プールに、砂のお城。あ、フラガールが。フラガールたちが。はい、そして、ここが、自宅です。ちょっと入らせていただきます。ここはね、島民代表さんのお家。あ、ここも砂だ。
あれか。基本的に土足で暮らすということか。外国っていう感じ。外国の土足ってなんかすごい楽な感じするんよね。なんか日本のね、まあ、あれか、靴下とか裸足とかで過ごすってなるとめちゃくちゃ掃除が気になりまくるやろうけど、土足ってなんかそんなに気にならんかなーっていう、ちょっとズボラな考え方。めっちゃトロピカルな感じやね。はい、そして左の部屋へ。一応、島民代表さんがね、家族と一緒に住んでいるお家らしいんだけども。もうなんかこっちだけ見たら最初、小学生ぐらいの子かなって思ったけど、あ、あれか?スポーツ。あ、なるほど、バスケをやってる。バスケをやってて、で、いっぱい賞もらっとんやん。すごいかっこいいやん。超かっこいい。あ、え、このおもちゃ箱って重ねられるん?へぇ、初めて知った。友達と遊んどったのそのまんまなんやね。なんかこう人となりが見えてくるよね。スポーツ少年よき。はい、そして奥の部屋へ。お、あ、なんかこのバスルームめちゃくちゃ綺麗。これはお父さんとお母さんのってことかな。このバスローブ。子供はなんかそういうの着なさそう。あ、テレビ付きですか。テレビ付きジャグジーですか。確実に出てくるまでに時間がかかるやつ。私、こういうさ、バスタブと、あ、お風呂用のおもちゃ、すごい、完備されてある。こういうバスタブとジャグジーの違いというか、どういう、使う、ん?なんていうの?使い方の違いがあるんかがよくわからんねえけど。どっちも普通にお風呂なんかな。でもジャグジーってすごくなんか、海外のイメージ。あと私の中ですごく、シムズのイメージなんやけどわかる?昔よくね、シムズをしたり、しよるのを見たりとかしよったんやけど、しょっちゅうあれ、起きよった気がする。はい、そして右の部屋は、あ、ここは結構なんか、キュッて、もっと広々とした感じで撮っとんかと思ったらそうでもないんやね。でもなんかすごく生活感があって、いい。いいっすね。こっちがキッチン。あ、もうあれや。こう作りながら、あっちで座っとる家族のことが見えるんやね、ここ。ほうほうほう。やっぱすごく暑いんかな?常夏って感じ?そういう感じですか。これお母さんのエプロンとかかな。アヒルや、かわいい。はい、そして、2階へ。お、2階は、あれだ。女の子。娘の部屋だ。娘の部屋。結構、あれか?思春期の女の子っていう感じか。てか、超広々やん。やばくない?ね、え、これ、一人の部屋?超広々と過ごせるやん。めっちゃ良くない?あ、なんか壁、すごく好きなんだけど、わかる?めっちゃ飾られとる。なんかこういうバランス感覚?こういうセンスが欲しいです、私。そしてピンクが好きなんよね。おっそろーい。好きということがね。こっちはなんか、起きてる時に過ごすのはこっち側っていうことかな。インターネットやったり音楽聴いたり、このソファーに座ってテレビを眺めたり本を読んだり。こっちはまあ寝室って感じやね。あとまあ服着替えたりとかするのも。起きてからの作業とかはこっちっていうことかな。寝る前起きてから。あ、そして本棚は、両面。起きてる時も、寝る時も、どちらからでも取れますよっていう。いいやん。住みたい。はい、そして、地下へ。あ、地下はお父さんの部屋やね。あれ、お母さんは?あれかな?お母さんと娘が同じ部屋で、っていうことかな?一応なんかダブルベッドやったもんね。ここはきっとお父さん。あ、ペット。ペットとお父さんの部屋一緒ってなんか、すごい珍しい感じするね。お父さんが気に入って育てよる。ペットなんかな?なんか噛みつかれそう。
めっちゃなんかお父さんに従いそう。番犬って感じ。犬という解釈で良ければ。なんかあれやね、頭も良さげなんやけど、なんかすごく鍛えてる。あれきっと若くてさ、でなんか知識もあって、でなんかすごい白い歯がキランってしてそうな、爽やか細マッチョって感じがする。勝手なイメージ。はい、お邪魔しました。あ、一応外でも飼っとるんやね。なるほど。これが家族全員、家族全員というか共通、うん、なんかそういうペットということかしら。うん、そしてこの奥では結婚式が行われているのね。披露宴かな、ウェディングだよき。おー、ほら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 、なんか海外でさ式あげる人とか結構おるよね。おー、結婚指輪。そういうのね、いいっすね。盛大に盛大にお式をあげて。はい、そして、おっと、く、どこや。通れる場所はどこや。あれ、こっちか。この辺はまあ休憩できるスペースということかしら。あ、ここはなんだか和だね。いいね、なんかトロピカルな中にも和を感じれる場所があるという。良きっすな。あ、こっちに行ったら案内所。なるほど、こうやってくるっと回ってくるんやね。ほうほうほう。そしてなんか私この辺の感じもすごく好きなんやけど。このなんか海沿いの街っていう感じね、超良くない？こんな感じでサーフボードもたくさん並んでいる。はい、そして、うん、ここにアイナって書いてある。ここはね、ホテル。お邪魔します。おー、めちゃくちゃスモークが。あ、ここが受付。なるほど。GoTo チケットとかかな。タイムリーな感じ。GoTo トラベル。うわー、なんかすごく、壁とかもね、おしゃれやけど、お高そうな感じだな。ほら、なんかウォーターターサーバーもさ、黒っていうだけでちょっとかっこよく感じるんよね。私んちのウォーターサーバー白なんだ。はい、それじゃあ左の部屋へ。おー、ここは？あ、ここはお土産屋さんとかそういう感じか。ね、ここきっとレジってことやろ？おー、いいね。なんかホテルとかの中にあるさ、売店とか結構好きなんよね。よくない？あと、なんかホテルの中の自販機とかって、なんか飲み物だけじゃないとこ結構多いやん。あれよき。出かけなくても中でいろいろと買えるっていう。はい、そして奥の部屋へ。ここが泊まる部屋かな？なんかかっこいい。ね、超かっこいい。泊まる部屋？あれか、みんなでワイワイ集まるところかな？ね、遊びに出てくるところみたいな。はい、そして、こっちは従業員室的な感じかな。はい、右側の部屋へ。あ、駐車場。なるほど。え、すごい。ほら、やっぱり高級カーみたいなのばっかり止まっとるやん。すごいね、これ。床、葉っぱとか落ちとんや。リアルー。超リアルー。絶対なんかセレブばっかり止まってそう。はい、そして、2階へ。あ、2階。ここが部屋かな？なるほど、なるほど。こっち、寝られる布団があり、まあ、ここ起きてる間とかにね、座って話したりとか、で、お風呂があり、あ、
和風なんやね。バスローブとかじゃなく浴衣なんや。あ、でここでテレビを見ながら、なるほど、お酒を楽しむと、いいっすね。いいっすね。はい、そして地下へ。あ、地下は大人の社交場という感じ、バーだね。なるほど。え、めっちゃいいやん。遊び物とかはね、全然奥の部屋とかに集まっとったけん、ここはもう本当にしっぽりと飲めるっていう感じ。いいやんいいやん、こういう空間。そういう大人っぽい場所に行ったことはないけれど。落ち着くんやろうな。はい、お邪魔しました。ふう。はい、そしてホテルの近くにはね、ここガソリンスタンドってことかな。ホテルの近くにはここね、レストランも。くっ。通れない。どう通ったらいいのかがわからない。あ、あれか、下に星のかけらが、あ、星のかけらの上は通れるじゃねえか、普通に。普通に通れるじゃねえか。どういうことだ。まあ、レストランがあり、お、いいっすね。ここにもアイナ。海岸に。で、そしてここでは、ダイビングも楽しむことができると、ここで貸し出してくれるんかな？貸し出してくれて、ダイビング楽しんで、帰ってきたら、ここで、シャワーを。シャワシャワー。ちゃんとね、やっとかんと髪の毛キシキシになるけん。あ、どうも。プルメリアカフェ。あ、あのカフェの店員さんということかな。あ、で、ここが飛行場。こうやってやってくるわけや。こっち側は？この辺も休憩できたりとか。お、ちょっと待って、こっち。これは、下か。あ、こっちやね、矢印が。こっちに行くと、おー、え、すごい。すごいよ、すごいよ、ほら。ここで、フラダンスを楽しむことができる。めっちゃいい。焼きっすね。あ、音楽はなんか、え、DJ 小人さんっすか。これも貸し出してくれるんかな？参加できるコーナーとかあったりして。はい、そして、この上から回っていけるんかな？あ、まあ降りることもできるか。こっちの方。右下の方にね、まだ行ってなかったんだけども。こっちの方か。ん？ここは来たところ？今一体私はどこに？あ、なるほど、ここか。と、こっちじゃなくって、こっちかな？あ、いいね、この橋が、向こうにもこっちにもあるっていう、この状況。はい、そしてこっちには、じゃーん、ケーキ屋さーん。あ、ピンク、綺麗。いいね。浜辺で食べれるんや、ケーキ。めっちゃいいやん。海を眺めながらってすごいいいよね。なんか旅行とかでも、海が見えるレストランみたいなところで食事することあるけどさ、なんかそれだけですごいテンション上がる感じ。あ、ここから微妙に回って戻ってこれた。もしかしたらあの裏にはね、ダンサーの方々がいらっしゃるかもしれないけども。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい花がめちゃくちゃ綺麗で、写真に収めれるようなところがいっぱいあった。雪やね。自然なんやけど、なんか、手を加えた自然。めっちゃ綺麗。